戸田城に来てます。ちょうど先に三笠山の方を見てるんで、ここはですね、雨子市、山陰の覇者森氏が、覇者になる前に、一度は中国をほぼ平定していたという雨子市の居城がある場所になります。ちょっとこの三笠山を先に出しているのは、山中鹿之助、後に出てくる武将なんですけど、鹿之助と三日月というのがですね、非常に関わりがあると、ここに書いてある、願わくば我に七難八苦は頭へ空へ、誓ったと言われています。始祖、ここの、出雲に移ってきて、有名になったのは常久公なんですけど、実は祖父の代、ここに持久って書いてありますけど、持久が、こちらへ、京国本家の、代官、木代って書いてありますけど、守護代みたいなもんですね、こちらへ下校して、管理をしていたと、孫の代の常久になって出雲の国を乗っ取ったと。もう下国上の先駆けといえば雨子常久公ですね。早雲公ももちろん下国上ということでは1491年ですか、伊豆を攻めたということで、よく史実には出てくるんですけど、それよりもっと前に常久公は、下国上を起こしてます。お家騒動じゃないんですけど、で雨子という名前は雨子高久という人、京極高久という人が近江の国の雨子荘という荘園の管理をして、そこの京美の名字ですね、土地の名前を名字にしたと。雨子って交差点が確かありましたけど、そこも去年行きましたけど、京極氏は佐々木氏ですから、当然近江の六角佐々木、京極佐々木と、あちらが拠点なんですけど、その、出雲は隠岐も含めて、京極家の分国だったんですね。それでこちらにも、土着の、氏族が何人かといたわけですね。一代の共有ともいえる、常久公、ちょっと暑いんですけど、今からあの山に登ろうと。月山戸田城、結構今日は暑いですよ。難攻不落とも言えるような、ここを毛利の大軍が囲ったと思うと、なかなかすごい場所なんですけどね、じゃあちょっとお城の方へ行ってみます。